は？今日も平和どすな。俺は平穏が好きだ。こんな平穏な毎日が続けばいいな。ただつさん、のんきにお茶を飲んでいる場合ではありません。ほら、歪みを置いて私の話を聞いてください。でもお茶は熱々のうちに飲んでおきたいし。じゃあ私が飲みます。ああ、僕のお茶が。あっちあっち、熱々だからね。はい、これ見てください。新しい商品の企画書。この企画絶対売れると思うんです。早速上に話を。あ、まあまあ落ち着いて。物事には順序というものが。先輩、そんなこと言っていたら商標を失うかもしれないんですよ。わかったわかった。でもまずは僕に確認させてくれないかい。それはそうですね。テンションの落差で風邪ひきそう。先生、僕の名前は直地龍馬。しがない会社員だ。そして彼女の名前は横須すみれ。僕が教育係を任されている後輩だ。うん、これは確かにいいね。これで出世間違いなしですね。見ての通り出世欲の塊みたいな子だ。偉い人たちを前にしても物おじしない凄まじい胆力の持ち主で、すでにいくつも商品化した上でヒットさせている。堂々たるプレゼンで腰の重いおえら型をうなずかせるのがうまいというか、そんな才能の原石にまだ教育係がついているのは、彼女が入社してからまだ新入社員に分類される期間しか経過してないからだ。だから俺が教育係としてついているけれど、それもほとんど形式的なものだ。もしこれを商品化するなら、これを。これぐらい言わなくてもできます。あ、まあごめんごめん、そうだよね。この通り、もう僕が教えることなど何もない。うん、近いうちに上司と相談するか。で、というわけで君はもう一人前だから他の子の教育に入るね。え、あ、そうですか。わかりました。もう上には話しておいたから、今日から君は一人だ。は、はい。頑張ってね。言われなくても頑張ります。うんうん、なんとも頼もしい後輩だ。ただちさーん、うわー、ジーザス。ごめんなさい、私から。いや、大丈夫？ただちさんは大丈夫ですか？頭とか打ってません？あの、大丈夫大丈夫。あの、その子は？ああ、今日から僕が新しく教育係を任された後輩の子だよ。はじめまして、私神崎菊千代です。よろしくお願いします。ね、なんだかいろいろ不安な後輩である。神崎さんは僕の想像通りの人だった。いや、何もないところで転ぶ。大丈夫。上司にお茶をぶっかける。ま、この他にもいろいろあったが、これだけでよくわかった。私ポンコツで本当にごめんなさい。いや、君はドジっ子だ。君は近年まれに見るドジっ子だと思う。ドジっ子？もうお手本のようなドジっ子だ。思わず拍手したくなったよ。それ私褒められてます？大絶賛。そんな風には思いませんでしたけど。大丈夫、僕は君の教育係だ。仕事ができるようになるまでちゃんとサポートするよ。トドチさん、私こんなんだからどこにも拾ってもらえなくて、やっと拾ってもらった子から私頑張りたいです。だから、あ、一緒に頑張ろう。はあ、何やら視線を感じる。見ると横須さんがこっちをじっと見ていた。
しかも無言で。ここ数日ずっとあんな感じなのだ。まるで僕たちを監視しているかのような。僕何かしたっけ？怒らせるようなこと。なあタダチン。え、あ、何？お前最近噂になってんぞ。噂？ほら、ヨコスさんのことでよ。お前がなんかしたんじゃねえかって噂かな。聞いた話じゃ、お前がヨコスさんあんなことやこんなことをしたんじゃないかって疑われているらしい。勘弁してくれ。あんなことやこんなことって何ですか？部下を両手に装備してカマキリのモノマネをしたとかしてないとか。キャマキリってことですか？あ、うまいうまい。僕はツッコミを入れた方がいいのだろうか。ヨコスさんの靴下でカマキリのモノマネなんていやらしいです。最低だな、タダチ。さっきまでの和気あいあいとした空気はどこへ。ああ、僕の平穏ないなった。あれ、いやあヨコスちゃん、何見て。黙れ。大丈夫？ありがとうございます。くっついて。私はタダチさんのことが好きだ。まだ入社して間もない頃のこと。私はとにかく早く一人前として認められ出世したいと思っていた。それは私が立ち止まると死んでしまう生き物だからだ。昔から勉強だろうがスポーツだろうが何でも上を目指さざるを得ない性分だった。例えるなら体育祭でガチになるタイプ、合唱コンクールで優勝を狙うタイプ、ゲームだったら大会優勝を目指すとか、向上心の塊というのが私の自己評価である。それは社会人になっても変わらない。進み続けなければ生きているとは言えない、という子供の頃見た映画に影響された思想を持つ私にとって、停滞は死を意味するわけである。そんな私にとって教育係のタダチさんは壁だ。まず彼に私を認めさせることがスタートライン。でも若い女の言うことにそうそう耳を傾けることはないだろう。いくら実力を示したとしても妬みひがみで人の足を引っ張るのが人間というもの。私のこれまでの人生の中でも上を目指そうとする私を邪魔しようとした人たちがいた。そのことごとくを結果で黙らせてきたのは言うまでもない。だからもし彼が私の前に立ちはだかる壁となるなら、私は迷わず戦おう。うん、君の提案する企画はなかなか面白いね。いいよ、上に話を通しておこう。しかしそれは杞憂だった。あの、こんな若造の話はとか思わないんですか？素晴らしいアイディアに若者も何もないんじゃないかな。これは売れると思うよ。はっ、まさか私の功績を自分の手柄に。しないしない。くるるるる。威嚇されちゃった。タダチさんは言った通り上に話を通してくれて、新人ながらプレゼンを行った。で、企画が通った。商品化した。ヒットした。よかったね。本当にただ私のために上に話を通してくれただけだった。何もなかった。私にとってタダチさんは私の才能を最初に認めてくれた恩人であり敬愛すべき人物だ。人を見極める敬眼とヒット商品を判別できる鋭い嗅覚。なんでこんな人が平社員なのかはともかく、そういう経緯があり今ではタダチさんに好意を抱いているという次第である。はっきり言って好き。ギャル風に言うなら好きピ。もう死後なんだろうか。死後な気がしてきた。私ってもうおば…まあそれは置いておいて。キャッキャッ。なんなの彼女は。どうして何もないところで転ぶわけ。タダチさんに胸を押し付けるのやめてくれる。大体何その弾力は。その上でバランスボールでもしたろうか。
極めつけは。デレデレ。むかむか。タダチさんたら、デレデレと鼻の下を伸ばして。そうだ。私は何事にも全力でやってきたじゃないか。それは恋愛においてだって変わらないはず。私はここで指をくわえて見ているような女ではないでしょ。さあ、行くのよ。私も胸くらい押し付けて。そういえば私、恋愛をしたことがなかったわ。わあ、もうすっごいドジっ子。デフォルトが半泣きまである。これは思っていたよりも大変そうだな。楽しそうですね。え、いや別に。抱きつかれて楽しそうだったじゃないですか。別にそんなことは。ツン。ヨーコスさんがツンツンしている。本当に僕は何をしてしまったのだ。あの、僕何かしちゃったかな。別に。ツン。あ、なるほど。もしかしてヨコスさんはタダチさんのことが好きなんですか。え、な、それならそうと素直に言えば。ちょっとこっち来ましょうか。あれー、ぽつん。神崎さん、天然も入ってそうだな。というかヨコスさんが俺のこと。いやいや、まさかそんなことありえるのか。いやもしやさっきのは僕と神崎さんの様子を見て嫉妬していたからツンツンしていたとか。いやまさかな。仮にそうだとして、僕は一体どうするつもりなんだ。なんでちょっと行動が早いんだ。あなたね、思っていても口にしていいことと悪いことってあるでしょうが。すみません。一体誰に教育されたらこんなアンポンタになっちゃうのかしらね。タダチさんです。あなたはとても素晴らしいわ。きっと教育係の人が良かったのね。手のひら返し。どうしたんですか。大丈夫です。腱鞘炎になったわ。手のひら返す速度が速すぎたんですね。いい、あなたが言ったことは一言一句すべて間違い。オッケー。好きじゃないんですか。そんなわけ。じゃあどうして普段私と先輩が一緒にいると嫉妬のこもった目で見てくるんです。嫉妬なんてしてないし。嫉妬のこもった目をしてましたよ。あなた、察しよすぎじゃない。そうよ、好きよ。じゃあ、どうしてそれを伝えないんです。先輩に嫌われてる気がするから。え、私は以前から気になっていたことがある。それはどうしてタダチさんのような人が未だ平社員なのかということだ。私は何の気なしにそれを本人に尋ねたことがある。ああ、僕は争い事が苦手でね。出世争いとかに巻き込まれたくないし、そういうのは出世したい人がすればいいんじゃないかな。向上心の塊みたいな私からしたら信じられないような発言で自分の耳を疑った。じゃあタダチさんは給食の余り物のデザートが食べたかったとして、他に食べたい人がいたらどうするんですか。譲っちゃうかな。いいんですか。それじゃタダチさんが望むものは一生得られないんですよ。そうだね。でも、もううんざりなんだ。何かあったんですか。ま、前に勤めていた会社でちょっとね。出世争いさ、学生時代の友人と。タダチさんが話してくれたのは学生時代の友人との間に起こったいざこざだった。最終的にタダチさんは争いに敗れ、逃げるように以前の勤め先から今の会社にやってきたという。人間はいろんな欲を持って生きている。欲は生きていく上でとても大切なものだ。欲がなければ人間は生きていけない。出世したいとか
お金が欲しいとか、一人前になりたいとか、上に行きたいとか。でも、欲も過ぎれば毒になる。僕の友人は、欲に溺れて変わってしまった。結果、学生時代から築いてきた友情は、粉々に砕け散ってしまったよ。タタチさん。気分は、人狼ゲームをやりすぎて、ギスギスな空気になった感じだよ。例えがよくわからない。まあ、そんなわけでだ。だから、嫌われてるんじゃないかって。そうでしょうか。先輩も、ヤカさんのこと好きだと思いますけど。はぁ、あ、勇気を出して、告白してみたらどうです。そんなこと、できるわけ。何よ。いえ、ほら、ヤカさんいつも堂々としてるから、怖いものがないんじゃないかって。私にだってあるわよ。嫌われてたらどうしようとか、うざがられてたらどうしようとか、そんなことばっかり考えてる。結構ヘタレなんですね。この野郎、この子には言葉だって時に刃物となり得ることを教えてあげた方がいいと思った。はあ、でも、そうね。立ち止まってるなんて、私らしくないわよね。私はヤカシさんらしさがわかるほど付き合いがないので。真面目か！それともど天然！そこは、そうですねってうなずいときゃいいのよ！すみません！嫌われてるって思うより、好かれてるかもって思った方が、人生ハッピーよね。で、それが行き過ぎた結果、勘違いした痛々しい人になるんですね。わかります。あれ？私、またなんかやっちゃいました？なぜ人が前を向こうとすると、無理やり首をグイって後ろに引っ張ってくるのかしら、この子。あなた、背中を押したいのか足を引っ張りたいのか、どっちなのよ。ん？あ、もうわからないならいいわ。とにかく。いい加減、私も決心ついたわ。ありがとう。え、あれを言われるようなことは何も。わかんなくても、素直に受け取っておきなさいな。どうも。お礼に、何か困ったことがあったら何でも言ってちょうだい。力になれることなら、力になるから。本当ですか？実は私、近々、偉い人の前で初めてのプレゼンをですね。それは自分の力で頑張りなさい。はや、話を、聞いてしまった！いや、決して盗み聞きをするつもりはなかった。ちょっと気になる話をしているなと思わず足を止めて、がっつり盗み聞きをしてしまっただけなのである。そうです、僕は最低です。神崎さんが言っていたことは図星だ。今まで自覚はなかったのだが、僕は横須さんのことが好きだと思う。神崎さんに図星をつかれて、たった今自覚したから微妙に自信はないけれど、前へ進もうと歩みを止めない横須さん。そんな横須さんを見ていると、僕もかつて抱いていた情熱を思い出す。彼女が素晴らしいアイディアを披露するたび、胸が熱くなる。偉い人の前で啖呵を切る姿に痺れる。立ち止まり、停滞していた僕にとって彼女は水だ。空っぽの井戸に降る雨のような人だ。彼女に出会ったから、どんどん井戸の水は溜まる一方である。僕が彼女に対して最初に抱いたのは憧れ、今は恋愛感情。立ち止まっていた僕はいつしか彼女の隣を歩いてみたい、そう思うようになっていたのだ。ただそれを自覚できなかったのは、また歩くのが怖かったからだ。また歩いて傷つくのが怖かったから。はぁ、何してんだ、タタチ。セミのモノマネ。頭バカになりそう。でも、もうこれ以上は自分に嘘をつけない。認めよう。僕は好きだ。え、セミのモノマネが？彼女のことが。さて、どう彼女にこの気持ちを伝えようか。そんなことをつらつら考えていたところ。忘れてた。今日は神崎さんの初プレゼンの日だった。教育係として、彼女をちゃんと励まさなければならないことを忘れていた。僕は何をしているんだ。
横瀬さんのことも大事だけど、今は目の前の後輩のことに専念しなければ。大丈夫、タダッチさん。今横瀬さんのこと考えてましたよね。なんでそんな鋭い。私の初プレゼンのことなんかより横瀬さんのことを考えてあげてください。私は一人で大丈夫ですから。死にそうな顔で何言ってるんだい。だいたい僕は君の教育係だ。たとえ99割横瀬さんが僕の頭の中を支配していたとしても、残り1割は君のことを気にかけているから。 1000% 中の 10% って、それ実質 1% しか私のこと考えてなくないです。元気出た。泣きそうです。僕は後輩を励ますのが下手らしい。横瀬さんだったら緊張なんて全然しませんよね。あ、なんと、私って昔からダメダメで、何をしてもうまくいかないんです。向いてる仕事がないんですよね。あ、多分探偵とかすっごい向いてると思うけど。またまた、そんな慰めの言葉なんていりませんよ。全然慰めとかじゃないけど。優しいんですね、タダッチさんは。一つだけ言っておくけれど、君は優秀だ。私が？確かにできないことは多い。でもできることだってある。例えば、君はとても優れた直感を持っている。ヒットしそうな商品、しない商品を直感で見極めることができる。事実、君が今回プレゼンする商品は十分ヒットする可能性を秘めたものだ。そうでしょうか。だから僕は偉い人たちに話を通したんだ。できないことを教えるより、できることを教えよう。君ならできる。そう、やればできる子なんだ。それ、お母さんとかが不出来な息子に向かって涙ながらに言う言葉なんじゃ。やっぱり僕は励ますのが下手らしい。あとさ、横瀬さんだって緊張くらいするよ。え、 あの横瀬さんがですか？ああ、大丈夫そうよそっていたけれど、足が生まれたての小鹿みたいになっていたからね。生まれたての小鹿。いいかい、緊張で頭が真っ白になった時はとにかく落ち着いて深呼吸して、それから第一声は大きな声を出すんだ。大きな声ですか？やり投げの選手が投げる時、大きな声出すでしょ。あんな感じ。横瀬さんはそうやって緊張を吹き飛ばしていたんだ。わかりました。私頑張ります。うん、頑張れ。そうして彼女のプレゼンは始まったのだが、あわ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 と言いながらあわあわしてしまっている。案の定ではあるが、僕が彼女にしてやれることといえば何もない。こういう時、自分の無力さを歯がゆく思う。もっとああしていれば、これを教えていれば、そんな後悔が脳裏をよぎる。頑張れ、頑張れ、頑張れ。負けるな、神崎さん。横瀬さん、一体どうして？もしかして、神崎さんのために駆けつけてきてくれたのか？心なしか、神崎さんの肩から力が抜けているような。うん、こらこら、急に何かね。はあ、まずいぜ。このままじゃ偉い人に叱られてしまうぜ。僕が彼女を呼びました。君は？はい、彼女はすでに教育係を必要とはしていませんが、それでもいかんせん経験不足は否めません。少しでも多種多様な経験を積んでもらうため、神崎さんのプレゼンをぜひ聞いてもらおうと。神崎さんの提案してきた商品はとても素晴らしいですし、横瀬さんにとって刺激になるんじゃないかと。なるほど、ならばいいが、それなら遅刻はしないように。ああ、それは自分が時間を間違えてしまって。そうかね。なら次は気をつけるように。はい。よかった。なんとかいい感じに言いくるめることができたぞ。
途中何言ってんのかよくわからなくなったけれど、うん、よし、やったれ神崎さん、君はやればできる子だ。皆さん、お手元の資料を見てください。あ、プレゼンはおおむねうまくいったと思う。偉い人たちの評価も非常に好評。このまま商品化までいけるだろう。まあ、え、なぜ資料を見ればわかることをわざわざ聞いてくるんです？というド天然ムーブがあり、ヒヤッとする場面があったけれど、あの、お二人ともありがとうございました。別に私は何もしてないでしょうが。いえ、ヨコさんが来てくれたおかげで私最後までやりきれたんです。そう。でも、なんでヨコさんが？知り合いが一人でもいれば緊張も和らぐかなって思っただけです。そっか、優しいな、君は。やっぱり好きだな。あの、私、タダチさんのこと好きです。あ？は？今回のことですっごいお世話になりましたし、何かお礼させてください。はぁ？え、ちょ、え？ニコニコ。ふざけんじゃないわよ。私だってタダチさんのこと好きなんだから。すみません、誤解を与えるようなことを。私はただ人間として好きという意味で言っただけで、大はなくてですね。はあ？なんかごめんなさい。何あれ、三角関係？広めなくちゃ。嘘だろ。また僕の平穏ないなった。誰か返してくれ、僕の平穏。おまけ、あのヨコさんと二人で飲める日が来るなんて感激です。いちいち大げさね。でもどうして私を誘ってくれたんです？まあ聞きたいことがあってさ。何でも聞いてください。その、 あんたのそのバインバインって揺れてる、それはどうやってそうなるものなのかなと。もしかして私のお尻が大きいことを言ってるんです？気にしてるのにひどいですよ。なんで肝心なところは察し悪い。あ、ヨコスさん待ってください。もしゃー、あー、もうよきかなよきかな。